11月っていうのは何と何のバランスが大事か、もちろん高1高2に関しても原因合格を目指す上では大事かなと思う部分はありますね。学びをエンタメに、どうもパスタラボの先生です。さあ今回は学年別の11月の勉強法、そしてスケジュールを話したいと思います。さあ特に受験生、11月っていうのは何と何のバランスが大事か皆さんわかりますか？さあこれ何かっていうと、まあ二次対策とそして共通テスト対策、バランスが非常に大事になってくる。じゃあそのバランスってどうやって決めるのか、必ずやってほしい、ここ逆算することね。実際に今回は特に現役生の方、まあこれからね何が起こるかわからないと思うので、一旦その経験者であり、まあ、僕自身も去年一昨年共通テスト受けた身として逆算っていうところを一緒にやりませんか。あこれ逆算しましょうって言われて自分一人でできればもう OK だと思うんですけれども、今後何があるのかわからない、そこに何に合わせて勉強すればいいのか、そういうところ見えてない人多いと思いますので、まあ、ぜひねこの11月の勉強法の動画で説明したいと思います。もちろん高1高2に関しても現役合格目指す上ではここ大事かなと思う部分はありますので、ぜひ最後まで聞いてください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。まずね、はい、二次試験と共通テスト、特に今の時期、まあ、今10月末に出してますけれども、今の時期は結構これがメインだと思います。特に難関大受ける人は二次試験のね過去問をやったりメインだと思います。逆に地方国公立受けるよっていう人は今から共通テスト対策やってる科目もあると思います。正直人それぞれでいいです。誰かが共通対策やってるから私もとか、一番 NG なのは流されることね。周りに流されるっていうことは本当にもう死だと思ってるさ、受験においてね。周りに流されないためにも自分の軸を持ってほしい。じゃあ軸って何かっていうと、ここ必ず自分の志望校の目標点数に合わせて作戦を立ててください。例えば共通テスト二次試験の配点のバランスもそうですし、スケジュールも大事だと思います。目標に合わせるんだけれども、プラス右図でも計画って書いてますけれども、逆算してみることが大事ね。そうなった時ここ色分けしてるんですけれども、例えばこれは東大志望者の例を書きました。赤と青、なんだと思います？ちょっとこれ考えてみましょうか。土日にまあ塗られてるんですけれども、皆さんパッとわかりますか？赤っていうのがまさにこの色、つまり二次試験の色。東大であれば河合塾のオープン、東大オープンが29、30であると思います。東京都内の人は今年はね、なぜか1日だけ、30日だけっていう人が多いと思います。寸大の実践が12、13にある。で、もちろん京都大学受ける人は、まあこの辺にね、重なるんですけれども、大体全員同じなの、ここ。もう11月の末からは共通テストのプレ。最後の共通テスト模試がある。青で塗りました。実はこの27っていうのは河合塾の共通テストプレ。11日っていうのが寸大と、そして東進が被ってるんです。これ面白いことに、毎年被ってます。毎年被ってるんですけど、僕がおすすめとしてはね、この辺寸大アタンプラス模試って言って、オンラインで受けるんです。東進は現場で申し込んどいて、寸大はアタンプラス模試っていうオンラインっていうのが僕はおすすめです。なぜなら、オンラインの場合は、日程が11日以外にも受けられるから、なかなか知らない人も多かったと思うんですけれども、こういったところもある。つまり覚えておいてほしいのが、青色、つまりここからは基本的には共通テスト対策がメインになってくる。一つ外れ値あるのはここですね。これが何かっていうと、僕回しもんじゃないですが、東進の全国統一高校生テスト、これは無料で受けれるんですけれども、ここは受けといてください。全くのほぼ共通テスト対策をしない状態で何点取れるのか、二次試験を対策している状況で何点取れるのかって見てください。当心だったらここってもうこの辺から共通テスト対策するじゃないですか。自分の伸びしろが分かるわけね。ここはもし可能なら受けといてほしい。他にねマーク模試受けるって人はそれでも大丈夫なんですけれども、ただ模試を受けるんじゃなくて、その模試の前後でどういう形になるのか、がっつり対策できるのか、対策をしないで受けるのか、その伸びしろだったりとか、そういうところを自分自身の点数とか成績分析できますからね。そういったことをやるようにしてください。この計画っていうのは何かっていうと、例えば共通テストでもう8割9割狙いたい、ただ自分は7割ぐらいしか取れてないっていう人は、まあやっぱりここからは共通テストがっつりでいいと思う。ただし、東大みたいな、じゃあ共通テストの配点がそんなに大きくない。で、共通テストある程度取れて、って人は、こっからじゃあ完全に共通テストにするかっていうと、僕は土日は共定。ただそれ以外は二次。でもいいと思います。あるいは科目によって、これは共通テスト対策をする。これ、例えば数学とか英語は普通に二次試験の対策をする。自分で決められます。何度も言いますよ。この辺から、皆さん、周りがやってることと、自分がやってること、多分ずれてきます。ずれてきた時に一番怖いのはメンタルです。あ、自分不安。やばいかもしれない。うわ、これどうしよう。そうやって思ってると、本当にね、勉強の時間とかじゃなくて、そもそも勉強してもしても身につかないです。不安が大きすぎて。その不安をなくすためには、一例として今回伝えますけれども、まずベースとして自分なりのスケジュール、模試に合わせたスケジュールを立ってみてください。つまりここに入るのは、模試です。ちょっと覚えておいてほしいのが、この後どうなるかっていうと、実は模試はないんです。模試はない。じゃあ、どうするのっていう、実は模試の代わりになるものがある。パックって言われるの。寸大だったら青パック、Z 回だったら緑パック。
彼女がやったモーパック、去年も一昨年もそのパックをね一緒にライブで解こうみたいなのをパスラボでやっております。まあ、今年もね、どっかのパックでやろうと思いますので、ぜひ一緒にそこはまたチャレンジしてほしいんですけれども、そういったところの解説とか分析はします。ライブもし終わったら、ああもう自分は何もないんだじゃなくて、パックが逆に言うと模試っていうのはパックと違うのは現場で受けられますよね。だからこそここは合わせてほしいんです。ここを合わせずにまあいいやっていう人はもう天才型、ある程度例えば理系の社会とか文系の理科っていうのもここに可能なら合わせてください。計画目標に合わせて立てましょう。Enjoy。 ここの話、ちょっと具体的な話をするんですけれども、これから何を言うかっていうと、早めに対策が必要なもの、あるいは伸びしろがあるものね、それをちょっと言っておきます。二次試験やってたら大丈夫なものっていうのは、僕が思うのはここです。理科に関しては二次試験で取れてれば教典もある程度は取れます。一部ねマークならではの引っ掛けだったりとか、そういうのどんどんミスる練習をねここはしてほしいんですけれども、ここはそんな悪くない。じゃあ例えば理系だとすると社会はないですよね。で国語も基本的にはない人が多いで、数学ももちろんあるなんだけれども、一番ねまず伸びしろがあるのは当たり前ですけど、ここです。社会に関してはよくね残り1ヶ月間で詰めましょうとか言う人いますけど、博打を狙うんですかと。残り1ヶ月で例えば確かに7割とかならいけるかもしれないけど、じゃあそれ残り1ヶ月で9割取れましたっていう人、多分運が良かっただけだと思います。まずやるんだったら社会が、僕はここはちょっと合わせといた方がいいです。この時点ね、全部は合わせられないかもしれないんですけれども、しっかり合わせる。理科に関しても伸びしろは次にあります。つまり二次試験とほぼ同じなので、ちょっとマークの対策をしとけば8割が9割が満点になったりすると思います。早めに対策が必要なものって明らかにここです。リスニング、ね、リスニングに関しては、先週英語の教テレに 70% 取る勉強術っていう動画を出してます。そこでもリスニングの WPM の話をしてます。どうやってリスニング対策すべきかっていうのは話してますし、一昨年とかにも出てます。帰国子女の滝が話した動画ね。そういったところでリスニングに関しては申し訳ないんだけれども、てかもう10月の末からやるようにしてください。だいたい2ヶ月ぐらいはかかると思う、リスニングちゃんと安定するようになるため。だからその意味で音読だったりシャドーイング、あるいは共通テスト対策のものがないんだったら、これ例えば Z 会さんですけれども、共通テストの予想問題っていうのは買った方がいいと思います。センター試験の過去問を使えるのは、この辺ですけれども、英語はやっぱり予想問題持ってて英数覚えててほしいのは、英語のリスニングは絶対早めがいいで、数学が取れない人は一緒にやりませんか。ここをできれば予想問題し、演習ね、ここで例えば1週間に1回とか1週間に2回でいいので、取る癖をつけておいてください。特に教定が苦手な人ね、今まだ 60% 以下なんですっていう人は今からでも慣れておいてください。特に英数何度も言いますよ、理科社会は伸びしろっていう意味でこのものをつけてます。伸びしろっていうよりは、ちゃんと安定して取るためには、数学英語はこの時間からちょっと始めておいてほしい。共通テスト苦手な人はね、東大生だったらね、ここリスニングあるんですよ。だから、正直、この練習しとけばいいです。今の時期は。数学、スポーツが違うんです。スポーツが違うので、二次試験取れる人も協定取れないってあります。ただそれは何度も言いますよ。ここに合わせてくださいね。例えば自分の、じゃあ東大が足切りよりはもう全然取れてると思うんだったら、別に今は二次試験でいいですからね、普通に。で、次、国語。国語に関しては、僕がお勧めするのは、量が必要です、国語は。ある程度。センター試験の過去問でも全然いきます。量と言ったんですけれども、適当にこなすと全く意味ないです。国語に関しては、これ僕もこの辺からでそれこそいいと思うんですけれども、伸びしろは、漢文です。漢文と評論、これをちゃんと安定して取る練習してください。古文と小説は物によって難しいものは難しいです。僕2014年でしたけど、源氏物語出まして大変でした。正直めっちゃ古文頑張ったのに、漢文とか評論に関してはそんなに裏切らないです。特に国語全然取れてない、100点も取れてないですって人は漢文とか評論、これをちゃんと、まあ、解説とか見ながら自分の言葉で自分の手を動かしてやる癖をつけて、こういったイメージ、ね、何度も言いますよ、共通テストが取れてない人はこういうところをやった方がいい。しっかり二次試験の方が大事って思うんだったら、ここまでは少なくとも二次やってくださいね。また、まあ、12月の勉強法っていうところでこのね具体的な直前の配分に関しては伝えますけれども、まあ、ざっくりこういうことは覚えておいてください。あと高1高2、今高3の話も絶対聞いといてほしいんですけど、やっぱり先の、ね、未来を知るってこと大事です。特に情報戦、受験は情報戦ですから、まあ、僕のような地方のね高校生もなかなかこういう話聞かないと思うんですけれども、知ってるか知らないかで意識変わります。危機感も変わります。まあ、高3になったらこうなるんだ。今の皆さんが何を少なくともやってほしい、僕おすすめなのはこの2つだけ。まず1つ目、はい、全員統一なのがこの2つです。何度も言いますけど、回し物じゃないですけれども、これは受けといた方がいいですよ。なんでかっていうと学年別なんですよね。高校1年生部門、高校2年生部門ってあります。でもちろん理科社会はね、ないところはないんですけれども、高校1年生の上で英数僕自分が習った範囲だけでいいので、じゃあどれだけ取れるんだろう。特に英語です。英語は英単語力と強敵ある程度は比例します。意外と英単語をしっかり文法もやってたら8割取れたって言ったらすごいです。逆に英単語やってて3割でしたとかだったらちょっとあれなので、まあ、ここはいい意味で基準になるんじゃないかな。共通して同時体験です。
受けといった方がいいです。何か一つの科目だけでいいので対策することをお勧めします。例えば、ね、さっき見て英語でね、この時点例えば 80% 取れたら受験者って楽です。だって協定心配ないです。なんでこの目標にかっていうと、皆さんは2月から必ずマークもし入るんです。高2、特に高2ですよね。共通テスト同日体験までにしっかりと合わせておくと、特に英数国とかはここから楽になる、復習になるから、その意味でちょっと合わせて練習をしてほしい。そして、入試レベルを早めに体験っていうのもそうですけれども、点数よりも大事なのは何か、これは明らかに復習ですよ。別に過去問とか解く必要ないですけれども、復習っていうのを押さえておいてください。これは絶対分からなかった問題じゃなくて、ちゃんとこういう知識を仕入れておけばいけるんだ。もっと言うと共通テストの英語なんて、英単語力なのか、英語の熟語なのか、文法構文なのか、そういったこともね問われてきます。それの意味で高1高2はね、これ無料ですので、ぜひ受けてみることをお勧めします。Enjoy. はい、ということで、これが学年別の11月の勉強法とスケジュールでした。基本的にパスラボってこういった逆算、どの月の勉強法の話でも逆算の話出てますよね。ちゃんと未来を分かってる人から聞く。もちろんですけど、鵜呑みにしないでください。僕が言ったことが全てではないです。自分で考えて、自分で解釈して、噛み砕いて、自分に合ったものをね、選んでほしいなと思います。それでは、この動画は以上になります。よかったと思う方は高評価、そしてチャンネル登録の方もお願いいたします。何か感想やリクエストあれば、ぜひぜひコメントでお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。